ピート・モンドリアンは19世紀末から20世紀のオランダ出身の画家。ワシリー、カンディンスキー、カジミール・マレーヴィチラと並び、本格的な抽象絵画を描いた最初期の画家とされる。初期には風景、樹木などを描いていたが、やがて完全な抽象へ移行する。有名なリンゴの木の連作を見ると、樹木の形態が単純化され、 完全な抽象へと向かう過程が読み取れる。作風は表現主義の流れを組むカンディスキーの厚い抽象とは全く対照的で冷たい抽象と呼ばれる。水平と垂直の直線のみによって分割された画面に赤、青、木の三原色のみを用いるというストイックな原則を貫いた一連の作品群が最もよく知られる。モンドリアンは1872年。 オランダのアメルスフォールトに生まれた。幼少の頃におじに連れられて郊外にスケッチに出るなどして海外の興味を抱く。1892年から3年間、アムステルダム国立美術アカデミーにおいて伝統的な美術教育を受けた。この頃から線描よりも色彩を重視する傾向が作風に現れている。アカデミー卒業後は次第にリアリズムを離れるようになり、 印象派やポスト印象派、特にゴッホやスーラの影響を受けた画風に転ずる。この頃のモンドリアンは色と線がそれ時代でもっと自由に語ることができるようにすることを試みていた。1906年に生をモンドリアンからモンドリアンと改める。1911年アムステルダムにおける美術展でキュビスムの作品に接して深い感銘を受けパリへ行く決心をする。 1912年から1914年までパリに滞在し、ピカソやブラックが提唱するキュビスムの理論に従って、事物の平面的、幾何学的な形態への還元に取り組む。その過程でモンドリアンは抽象への思考を強め、彼の考えるキュビスムの先を目指すことになる。キュビスムの探求がもたらした、この転機について、モンドリアンは、キュビスムは自らの発見がもたらす。 論理的規決を受け止めていないことが徐々に分かってきた。つまりキュビスムが展開する抽象化はその究極の目標である純粋なリアリティの表現へと向かっていないと思うようになったと述べている。彼はそのリアリティの表現が純粋造形によってのみ確立されうると感じ、より一層の表現の探求に向かうことになる。1914年、父親の病気の知らせを受けて、 オランダに戻ったモンドリアンは、折しも始まった第一次大戦のために、パリに戻れなくなり、オランダに残ることを余儀なくされる。しかし戦争のさなかに、多くの芸術家と知り合い、特にテオファン・ドースブルフと出会ったことはモンドリアンにとっても大きな転機となった。1917年には、ドースブルフと共に、芸術雑誌、デステールを創刊。ここで彼らの唱えた芸術理論が、 心臓形主義と呼ばれるものである。モンドリアンは1925年にデステールを去るまでエッセイを寄稿するなどメンバーの一員として活動した。彼は宇宙の調和を表現するためには完全に抽象的な芸術が必要であると主張し、その創作は一貫して抽象表現の可能性の探求に向けられるようになる。極限まで幾何学化、単純化された海と不当、不登や 樹木の絵から一切の事物の形態から離れた抽象絵画への移行が起こり、短く黒い多数の上下左右の線のみによる絵、三色からなる四角形の式面を様々な感覚で配置した絵など様々な作品を試みた。この試行錯誤の時期から作品にはコンポジションの台が付けられるようになる。抽象表現の実験が続く中で次第にモンドリアンの絵は 黒い上下左右の直線とその線に囲まれた様々な大きさの四角形の式面から構成されるようになる。式面の色の種類も青、赤、木の三色に限定されるようになり、作品によって三色すべてかあるいは一色か二色のみが使われるようになる。こうして1921年、モンドリアンの代表作である水平、垂直の直線と見原色からなる。 コンポジションの作風が確立された。モンドリアンは純粋なリアリティと調和を絵画において実現するためには、絵画は平面でなくてはならないと考え、また自らの絵画こそ純粋なリアリティと調和を実現しうると考えていた。そのような作品を作るために、彼は作品ごとに構図を決めるにあたって、苦心と試行錯誤を重ね、色ムラやはみ出した部分の一切ない厳密な線や、 式面を描き上げるために最新の注意と努力を払っていた。そうした抽象画のモンドリアンを理解する人も多かったが、苦しい生活を支えるために淡い色調で描かれた植物の絵を描いては売っていたという。またモンドリアンはキャンバスを45度傾けた作品を作ったり、額縁を用いなかったりなど、描画以外の面でも様々な工夫を凝らした。九百三十年代、 モンドリアンは、抽象画家のグループ、抽象、創造に参加するなどしながら、パリで一貫して、自らの到達した、コンポジションの作品を描き続けた。1937年には、エッセイ、造形芸術と純粋造形芸術を刊行している。1938年には、ロンドンに移るが、これは迫る戦争を避けてのものであった。ロンドンでの作品には、作風の点では、 さほどの変化はないものの、コンコルド広場などのように作品の題名に地名などが現れるようになる。1940年には激しくなりつつある戦火を避けてニューヨークに移住した。亡命してきたモンドリアンは一部で注目され、フォーチュン氏は亡命芸術家12人を特集した記事において、モンドリアンも取り上げ、タイポグラフィーやレイアウト、建築、 工業デザインなど様々な商業美術に与えた影響の大きさを強調した。アメリカに移ってからのモンドリアンは上下左右の直線に黒以外の色も用いるようになり、それをきっかけにしてモンドリアンの絵はより華やかに展開していくことになる。ニューヨーク時代の代表作ブロードウェイブギュウギはアメリカで初めて聞いたブギュウギに触発されて描かれたものであり、 上下左右の直線と見原色の原則に従いつつも上下左右の直線は黄色になりその直線の部分部分に赤青白の色面が数多く描かれるなど華やかな画面構成となり完全な抽象絵画でありながら画面からはニューヨークの街の喧騒やネオンの輝きさえ感じ取れるようだとする表写もいる1942年モンドリアンは 生涯初の古典を開いた。1943年にはブロードウェーブギ牛ギュがニューヨーク近代美術館に購入されるなど、その作品に対する評価もようやく高まり始める。もっとも、モンドリアン自身はそれまでの自らの作品に満足することなく、目指す絵画を作り上げるために試行錯誤を続けていた。亡くなる少し前に彼は自分の目標は次々に高くなるので、 その実現に悪戦苦闘すると述べている。1944年、風をこじらせて肺炎となり、未完のビクトリーブ牛ギ,ギを残してニューヨークで死去した。ブルックリンのサイプレスヒルズ墓地に埋葬された。絵を平面として捉え、額縁を取り除き、何かの描写ではない一つの、それ自体として完成された表現としての絵を追求した、モンドリアンの姿勢は、 様々な変化を経つつ、抽象表現主義やミニマルアートに受け継がれている。デステールが創刊されてから100周年を迎えた2017年には、これを記念しこの芸術運動を再評価し未来の創生への契機とすべく、デンハーグ、ライデンなど、オランダ各地で、モンドリアンカラーで建築物を装飾するなど様々な、プロモーションが行われた。また同年には、 デンハーグ市立美術館の企画による、ザ・ディスカバリー・オブ・マンドリアンと称しての展覧会が、アムステルダム・パリロンド・ン・ニューヨークなどの都市を巡回した。自然主義時代1890から1907、表現主義時代1907から1911、キュビスム時代1911から1917、中小期間1917から1944。ありがとうございます。